市役所で開かれた災害対策本部の会議には、港市長をはじめ、各担当部長などおよそ30人が出席しました。由利本荘市では、先月24日からの大雨で、今月8日午後5時までに、住宅131棟で全壊や半壊などの建物被害が確認されています。会議では、危機管理官から説明の後、被害状況や被災者の生活関連について各担当者から情報共有がありました。ボランティアの延べ人数が489人となります。で、活動件数の延べが53件で、累計ニーズですけども、こちらも、連絡待ちのままになっていたお宅に連絡をして整理をしたところ、累計ニーズが58件で、活動完了件数が46件、残ニーズが12件、12件の内訳としましては、罹災証明待ちや家主の都合と、調整している世帯を含んでおります。現状は、住家の泥出しはほぼ終了している状態で、終了世帯を含んで再度声かけをしながら丁寧に対応している状態となっております。被災者に対しての水道、下水道の減免についてですが、水道局の方、企業局の方では、被災者に対して、個別に、申請書を送付予定で、今日から作業を開始しており、申請、くれば減免の対象としていこうと、これは床下、床上浸水で罹災証明のある方という方に限らせていただきますので、その作業をこれから早急に行っていきたいと考えております。以上です。最後に災害対策本部長の港市長が各部に対して今後の対応などについて指示を行いました。関係している私たちもそうですが、市民の皆さん方もですね、かなりやっぱり疲れが出てきているだろうなというふうに思いますし、農業を中心に被害がものすごくやっぱあったということもあって、今の疲れもそうですが、将来に向けてのいろんな不安等々も終わりのことだろうと思いますので、先ほどの教育長から子どもたちの心のケアの話がありましたけども、大人についてもですね、この後いろんなそういった不安についての相談等々にしっかりと寄り添うというところが、場面がこれから増えていくだろうと思いますので、その対応もしっかりとお願いをしたいというふうに思います。以上をもちまして、第5回由利本荘市災害対策本部会議を終了いたします。どうもお疲れ様でした。